無水酢酸とは、カルボン酸無水物の一種で、酢酸に分子が脱水縮合したものに相当する。純酢酸と混同されることがあるが、純酢酸とは水をほとんど含まない、純度がほぼ100%の酢酸のことで、異なる化合物である。無色で強い酸味と刺激臭を持つ液体。蒸気は、催涙性を持っており、液体を皮膚に付着させると、 水泡や炎症を生じる。エタノールに液用だが徐々に反応して、酢酸エチルとなる。また、エーテルベンゼン、ニトロベンゼンなどにも溶ける。水には約2.7%溶けて、徐々に反応して、酢酸となる。この反応は酸の存在により促進される。強塩基と反応させると酢酸塩となる。工業的には、 ケテンと酢酸を反応させて製造される。あるいは無水塩化アルミニウムを触媒とした酢酸と、ホスゲンの反応や塩化アセチルと、酢酸ナトリウムの反応でも生成する。無水酢酸の2010年度日本国内生産量は241,291トン、販売出荷量は39,828トンであった。大部分は同一工場内で、 アセチルセルロースなどの原料として使用されている。カルボン酸無水物の反応性を持つ。塩基、または酸を触媒として、酢酸誘導体の合成に用いられる。例えば、アルコールと反応すると、酢酸エステルがアミンと反応すると、アセトアミド誘導体が得られる。酢酸セルロース繊維の原料、アスピリン等の医薬品製造、香料、染料等の合成原料など、 麻薬等の製造過程で使用されることから平成13年11月25日に施行された改正麻薬及び抗精神薬取締法により日本では特定麻薬無機製神薬原料に指定されたアメリカ合衆国では DEA 規則により使用と販売が制限されている2016年に改正された毒物及び劇物指定例によって 7月15日より本品及びこれを含む製材が劇物に指定されている。また因果性があるため大量貯蔵管理に際しては危険物、取扱者免許を要する。ありがとうございます。